どうもロシェルです。喋らないの？あ、はい、どうも外人です。はい、行かれた病人ですね。じゃあね、今回もシャドウオブバースリンとやっていきます。もう俺はね、この名前の通りのこのデッキでいきますよ。で、これネタデッキです。リアフレと遊ぶようです。メインデッキまだ封印されてるんでね、ちょっと現状を 使えないっすね。俺もネタデッキだから。マジか。デコストっていう名前のネタだから。俺あれ来る変態っていう名前の変態デッキだから。ロイヤルか。どうぞ。あれ来る変態って言ったらロイヤルだろう。ああ、いらない、全部いらない。あ、デッキ間違えた説あるぞこれ。あ、俺か、ファースト。エンド。さ、低コストって言ってたからね。ああ、なるほど。てか、ロイヤルって。私に任せな。疾走持ちのさ、1コストいるじゃん。クイックブレーダー。あれがよく出てくるイメージがある。俺のも3枚入ってるね。さ、ラストワードでチャージを使って、いじめてない、いじめてない。自分からこんなにいじめられたわ、今。勝手に死んだだけだろ。勝手にタックルして、勝手になんか、こけて死んだだけだから。こけた頭が俺のキャラに当たったから。カトゥーンつって。左上タッチして遊んでるから今俺。精霊の呪いか。絶対俺これは入れてるね。ただまっすぐに。これ普通に使えない。鈍いな、鈍いな。出てきた。どうせ。やれ。きついな。ない。お、変態出したいんだけど、俺的には早く。今日も森は平穏ね。平穏な森なのかな、このデッキは。ねえ、何して遊ぶの？それが心配でならない。平穏だと思うよ。まあまあまあ、とりあえずね。押せ、押せ。どうかな。今回かなり引きが悪いんだよ。ああ、引きが。ピッキングが悪いと。ちょ、手で、この雨で手は来てくれてないってことですね。ああ、それロイヤルのあれじゃねえの？よく見る戦法。何のことでしょうか。それどころか、潜伏いないよね、エルフって確か。あ、いるな。フェアリー出てきた。あ、フェアリー出てきた。あ、フェアリー出てきたってあれですか。あ、そう。じゃあ俺エンドするわ。いや、ちょっと痛いぞ。おしん出して、なんか体がキラキラしてきた。ぬわーめん。あー、それだるいね。日の入り切ってみせよう。ストーン、ストーン。そして欲しくないもん落ちた。大丈夫、落ちても落ちなくても進化で殺してたから。あ、どうぞどうぞどうぞ。もう殺したかったら殺してもらっていいんで。何度でも蘇る。もうやるようだよ。だがまだまだ。どっちで行こうかな。
これ出して両方死んでもらってでゲルトさん出して守護作ってエンド。最後どん出てきた。最後どんじゃねえから筋肉隆々の兄貴たちと言ってほしいな。これが男たちの楽園だ。ねえ、何して遊ぶの？地味にこの左の2枚がいい仕事してるから見て。無念ですか。私たちには絆がある。まためんどくさいものを。エルフガードって言われるといいんだよね。まったく死んなさい。師団の誇りにかけて。やばい、変態出してない。俺変態出してないよ。やべえやべえ、リリーちゃん出てきた。いて。今日も森は平穏ね。貴様、オラフを乱した罪その身をもって知るがいい。あ、やばい、これは良くないんじゃないのか。あー、そんなことやっちゃう、そんなことやっちゃう、本当に。いん、後悔しない？あんたは寒いの得意。お姉様。悪しき者は我が剣で裁く。構え！さあ、戦場をかけましょう。ただまっすぐ。超遊んでるんだけど。何して遊ぶの？なあ！なに？これでおしまい。破壊されただと？なんか体がキラキラしてきた。貴様、やってはいけないことをやってしまったようだな。剣を気に入ってるからね。あのカードに。ちょっと変化のところを破壊するんだけど。2枚目です。ポスト5以下のフォロワーもしくはアメイト1つ破壊なんで、リンリンがスノーマンにしたやつが帰ってきたから、同じカードが。こいつ超優秀だから4だなって。変態引きたいな。俺のデッキで一番起きてはいけない地点が起きてるから。札が2枚。だよね。俺が教えたデッキって基本手札系だもんね。手札2枚じゃ考えることもできないからね。両方とも出してあげる。あ、ハクロ。鋼の元素よ。試し。耐えてるから、こっち。耐えてるから。でも、引くカード分かってる。これ2枚積んでやるから。さあ、1枚で逆転できるカードを引けるのか。多分ね、あれね、白銀の矢なんだよ、あの1枚。俺の予想なんだけど。いて、いて、出てきたのに。絶対あれ白銀の矢だって。俺自信あるわ。契約するわ。さあ、このターンで倒せないとあなたの負けです。倒せるわけにいいね。それでもさっき引いたの白銀の矢でしょ。違った？そうだよ、白銀ね。だよね。1しか刺さらないからね。自信あった。でもカード1枚引くわ。立ち入るなら容赦はしない。あ、敵が来た。何？
何このタイミングで潜伏だと。何この子を1枚しかいない。でもこの壁を突破しないとだよ。この壁を強え。54は強え。攻撃した時潜伏が消えるぞ。あ、やべえ。ここで決めるよ。あれでもサタンズサーバントいるからこっち。このターンに俺のフィールドを全て破壊しないと負ける。手札出るだよ。あ、回復したの。みんなを傷つけないでね、ですよ。さようなら。すっごく強いんだね。変態引けなかったじゃん。変態入れてない。違う違う、俺の方に変態が入ってんだって。パンチピッチピチの変態が。変態引きたかったな。いつも通り参戦でパートワークに入ります。これもう一回このデッキでやろうな。なんでだよ。今回手札の周りが悪かった。あー、まあそれはちょっとあるね。白銀がねちょっとね、手札1枚の状態での白銀は今気づいたのに、リンリン日本のマークついてる。私だって戦えるんだから。ブラジル人なのに。ブラジルじゃねえよ。カナダだっけ。ほら俺メーカー出身だから。ちょっと待って、引き直したらすごいの来た。白人か。何が来たのかは言わないけど、すごいのが来た。まあ、多分白狼とかそこら辺なんだろうな、俺の予想だけど。今日の森は平穏ね。フェアリーをチャージしてったな。お帰りなさいませ、ご主人様。3で4コンボでいくかどうするか悩むな、ここ。ああ、やっぱそうくるか。ご主人様、これしかねえな。じゃあいざ行かん。希望の。このデッキの弱点、コンボ系だから PP 溜まんねえ。どうしようもね。致命的すぎる弱点が。倒しとくか。どっちを？まあそっち。やらかしちゃね。剣を掲げよう。押せ。すっごいな。ここでこれくるか。あっちカード回ってねえな、全然。予想的に。それとも貯めてるのかで、ね、2枚は間違いなくエルフだからね、あんなが入ってんの。すっごいな。ケンセル俺これとりあえず出しとくから。あれなんだよ、君とこの鳳凰の定員が復活してくれればこっちもやりやすくなるんだよ。いや、鳳凰が復活したらこっち無双だよ。数ターンでフォルテとか出てくるからね、俺の17ダメージと5ダメージ確定だからね。3で出てくるからね、フォルテ。めんどくさいもの。よし。あー、めんどくさいね。はあ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 。はい。私を強くするからね。ドン。はい。コスト0で降臨。はい、さらにコスト1でこいつを降臨。そして消えるがいい。OK。これもね、あれでまたリンリンアーカイブ確認した後に、またこいつこんなの手札に蓄えてたのかよってなるやつだよ。ど真ん中にすごいのが入ってるから。
変態出すまでは出したくないな。無念でさ。無念でさ。やべえ。ここは寒いの。俺が寒い。リリーちゃん可愛いんだよね。それだるいな。まあここだしありだよね。これも。これで決めます。あ、次。あんたは寒いの得意だ。でこいつを出しておいて、でこいつで脂肪持ち化して、はい、オッケー。あー、逆にすればよかった。いやでもな、必殺にこれ持たせたいからな、脂肪。今日も森は平穏ね。いやー、やばいな、9ターン目が怖いな。白銀1枚出されるんだけど、こっち殲滅するからな。マックス食らって8ダメージとかだから、そこまで。ああ。役目は果たしましたわよ。必殺を殺すと。ここで決めるよ。妖精さんたち、無理しないでね。お、スノーマンを残すか。スノーマン、スノーマンだよ。でね、俺も痛いのは状況は間違いないわけであって、はい、赤いアタック。さあ、白銀が入ってるのか入ってないのかでも結構アミュレット入れすぎた感じなんだ。ローズクイーンの方か。どっちにしろ勝った。ただ美しく咲くだけよ。いや、呼んだのか。やばいぞ、ローズクイーンは。さすがに。あ。戦場の耳、素敵ですわ。覚悟はいいですか。汚れ仕事嫌いではないですわ。一緒に死にましょう。散るもの花の喜び。あんたは寒いの得意。さあ、このままであなたはこの自分で生み出したオラフに殺されることになります。バラの一撃蓄えてるからな。15食らうんだよね、マックス。でも最悪俺クイック引いちゃえば勝てるんだよね。あ、こいつ来たね。最後の最後に逃げやがった。はあはあはあ、そんなことしちゃう。俺優しいからこうするわ。なんて優しいんでしょう。変態引きたかったのにな。人雷引いた時点で俺の勝ちだよね。やべ。うわ、お父様が殺された。予想だとあのラス位置がね、やばい気がする。隊長、任せてください。メリアお嬢さんに手出しはさせん。バラの一撃がまだ1枚あると見た。3以下になったら殴られる気がする。まあ、強いてね。3331とかだから。あ、ゲルとか死んだ。ね、やはり。あのラス位置絶対バラの一撃だと思うんだよなー。来たー。我は漆黒の陣だ。悲しみを断って見せる。嘆く暇も与え。その1枚何だった、最後の1枚。白銀だよ。あ、白銀の方か。俺
この敵弱いんだけどな、本来は。TP がないときに圧倒的な差をつけられちゃうときついよね。じゃあまあ、エルフはだってコマのまま出していくから、逆に全4とか5まで出さないデッキの方ってあんま俺当たったことないよ、エルフ。あ、オールガリアン顔オウムなんだ。オウムっていうかフクロウなんだ。今知った。ホモーっていうやつだよ。どうぞ、かさあ、私だって戦えるんだから。来た、変態。この食い込みパンツいいでしょ。食い込みパンツ。デッキが少し変わった。あ、ない、変えたのか、デッキ。カードをチャージしたな。知恵の光みたいなのだよ。嫌なの出てきたな。エルフも首を抜いては強いと思うんだけどね。いや、全然強いと思うよ。あ、これ人忘れてた。リンゴリンゴスッカラカーン。鈍いな。鈍いな。押せ。押せ。これで決めます。やべえ、この脳みそすっからかんうぜえ。私に歯向かう。押せ。押せ。速さが足んねえか。速さが足んねえか。一旦で生み出した2体が死んでいくっていうこの切なさ。またかよ、またかよ、うざってえな。だるっ。じゃあ俺もだるいことするわ。嫌いなんだけど俺。攻撃させない。今日も森は平穏ね。あと1体来た。何して遊ぶの。痛いな、さすがに。ポリアーナ、この剣の力、あなたの勝利と栄光を。構え、屈しにゃい。屈しにゃい。俺ぶっちゃけ指揮官出すだけでいいんだよな。そんな怖く、あいつ数出しで戦う気だぞ。数で戦おうとしてるぞあいつ。てめえも道連れだ。進化させとけばよかったな。さあどうする？やっぱりか。たまにロックマッチで見かけるってね、あの潜伏を速攻出して速攻を攻撃していく。任せてください。あれもったいないと思う。仲間ってのはいいもんだ。行きます。おっさんがガチホモが引いて手に召された。選択できないですよ。こいつは選択できないよ。ああ、まあそれしかないよね。どっちにせよ次のタオル破壊しようと思ってたし。ランダムだとあれ選択されるよ。
潜伏雑魚を処理した後に指揮官出して破壊しようかなって思ったから。さあさあさあ、一番左のこの変態を出したいね、この超ショートパンツ履いたおっさんを。あとはよろしくな。じゃあとりあえず4ダメージ受けてもらいましょう。ここは龍神の領域ですよ。これ2枚貼って、そう、あの相手に入る。それモンスター出さないと次のターン死ぬよ。あ、やべ、貴様やってはならぬことを。あー、オラフが手に召された。手に召される。これを一旦で破壊はできねえだろ、さすがに。さあどうする。楽しくなってまいりました。白銀の矢かよ。でもダメなの、足りない。あ、やべ、足りた。だが甘い。変態の石を発動。変態を我に勝利を。なぜだ、撮影中だから。なんでだよ。出したターンだぞ、おい。出したターンにオラフにすんなよ。オラフが泣いてるよ。オラフパンチ。あんたは寒いの得意。すっごく強いんだね。リリー、素直にあのデッキ持ってきたら。これが俺と一緒に作った方法。ああ、あれくん。はい、というわけで3回目でしょ。そう、一回パート区切ろう。というわけで今回、あれ来る変態で勝ちましたね、私参戦で。なんでこれあれ来る変態っていうと、レオニダスがマジでパツンパツのパンツ履いてムッキムキのマッチョで、死んでなおあのガチムチの兄貴たちに力を残すから、あの荒れ狂う変態というデッキとなっております。あの人ホモでしょ。いや、余裕でホモですね。では次の動画でお会いしましょう。なんで安倍さん出すね。じゃあなー。